right now.話した最初の話、前半の話はどちらかというともうロマンチックで、しーちゃんってどういう人なのかっていうエピソードだったんですけど、こっからやっぱ尾形といえばもうあれしかないじゃないですか、大人の下ネタしかないんですけど、数々の男を食ってきた尾形からしたら唯一食ったことがないのってめちゃくちゃ太ってる人なんですよ。ないっすね。ちょっとないっすね。経験人数ってしーちゃんどれくらい？経験人数は5人？5人はぁ、5人。普通だよ。彼氏が長かったから。じゃあ一回も浮気してないんですか？浮気はあるこれから5人ですか？はい。それで5人はすごい純粋なことだと。だって尾形ちゃん1000人でしょ？1000人いってないです。1000人切り目です。地元ではエロ1000人とか露出狂とかめちゃくちゃ言われてるんですけど、1000人はやってない。セックス無双みたいな、めっちゃ言われる。セックス無双ってやばい。歩くと妊娠するとかみんな言われるんですよ。めっちゃ目が合ったらみんなやられるみたいなことめっちゃ言われるんですよ。実際問題、地元の人食ってないっすよ。噂嫌だから。そうなんですよ。だから地元って広まるから怖いんですよ。だって私やってなくてもやったとか言われるから、やりてえよっていつも言う。やるでしょ。一緒とはやったでしょ。やってないって。ライブ配信の後なんでやるの？もしかしたらライブ配信しながら手間とかされてる。ない。本当にあの人ってなんか多分誰に対しても距離感も近い。でも俺は尾形ちゃん家のソファ知ってるから、いや年の後ろにいた尾形ちゃんが前にいて、こういう風に撮ってた。ってことは手は自由なんで、こういう風に。だから邪魔されてねえよ。お前プライベートの殺しだろ。あなたしたらどうやってエッチするのか分かんなくて、でもなんか飲み屋やってた時にお相撲さんとか来るんですよ、はい、でお相撲さんとかの性事情とか聞くと、やっぱ騎乗位しかしないって言ってたから、性上位とか寝バックとかすんのかなって。いやじゃあ性事情、普通の性上位とかもすっげーしてたけど。ちなみにしーちゃんの旦那さんは変態ですか？変態じゃないですよ。ノーマルっぽそう。ノーマルっぽそう。でもはっきり言ってノーマルなんだけど前期じゃない。待って待って、あの雑。あでも雑そうでしょ。でもだから平島さんみたいな亭主関白って、亭主関白と付き合ったことあるけど、入れるのが先になっちゃうんですよ。入れることが一番前提ってなっちゃうから、なんか昔の人のセックスの仕方が多いかも。昔の人のセックスってチュッチュッチャッチュッチャッみたいなで入るみたいな。タッキーはその前儀するの？内緒で。アイドルキャラ。前プライベートの殺しだろ。あなたしたらお風呂入りたがらないんですよ。よくね言ってるのね、うん、お風呂入らん、醤油臭くなるんですよ。あそこがそれ言っていいの？男の人の玉の裏ってやっぱちょっとそういうなんていうか、犬の肉系の匂いがするってよく言うじゃないですか。犬じゃなくて醤油なんですよ。醤油臭くなったらで、なんかその美味しい匂いじゃないですか。そういうムードになった時に嫌じゃないですか、さすがに。だからあれ、お風呂に入ってきてねって言うんだけど、お風呂嫌だって言うから、でそれかわいいよ。お風呂洗って洗ってきてて嫌だから、じゃあやってって言われて、もうソープじゃんなるじゃないですか。そしたら汚いから、じゃあ汚いから嫌だって言ったら、キレイキレイを取り出して、これでいいかって言って、これでつけって。それって変態じゃないの？逆に私かなり潔癖なんですよ。好きじゃない人はチューもしたくないし、フェラもあんましたくないしみたいな。でも好きになったらむしろ3日ぐらい洗ってないの舐めたいんですよ。やだ。私は嫌だ。あの最後に別れた元彼が、最後に別れた元彼が、最後の彼、あ2ヶ月しか付き合ってない人いたんですけど、最後違うわ。2ヶ月だ、ちょうど年相じゃない。全然めっちゃかっこいい。いやなんかその元彼はチンコがでかかったんですよ。19センチぐらいで、私全然やってなかったんですよ人と。って時にやった時少女膜破れちゃって。やべ、ちょっと待って、少女膜なんてあるの？いや少女膜って再生するんですよ。いや少女膜は醤油臭い、少女膜臭い。でもチャッチャッチャで終わっちゃう。でもそのやる時に、今は太ってるから正常位できなくないですか？できない。ですよね。できないからじゃあ気上位。できないことはないけど、上来いいつもこうやって、上来いって言って、いつも上だから、もうなんか嫌だよ。
って言っていつも嫌だよ夢ばっかり言って嫌だって言ったら、ね、でも男って騎乗位好きなんですよ。そうなんですか。びっくりガチガチガチですか。でいやだって私いつも騎乗位して騎乗位してってめっちゃ言われます、男。私は騎乗位好きなんですよ。どんな感じなの。私自分で、うん、あの配信でも言ってるけど釘付け騎乗位って言って私はこう首打ちで首打ちで終わり。私の騎乗位マジでこれですよ。何喜んでるのみたいな、何喜んでんのみたいな。行きそうなのって言ったらダメだよって言うのが好き。私は C はつってなぜ上行くためのやつ やんないのって言ったら痩せたらねいつになったら痩せるかわからんで、もう将来性がないいつもなんか痩せたら他のもできるんだけどね始まってから終わるまでどれぐらい何分ですか。私もそれずっと気になるんですよ。20分長くないですか。だって入れてからでしょ。いや入れてからじゃなくてあの最初から最初でも最初からでも短くないですか。入れてからはそんなのだったら前期めっちゃ長いですよ。向こうの前期はそこまで長くあこっちがさせられるそうそうこっちがさせあの結構一方的だからでも一方的だね。でも向こうはちょろちょろだからちょろちょろだからああご奉仕タイムね。本当の停止感覚だ。この業界ってそういうなんかちょっとなんて言うんだろう、うんうん、知識とかを教えてもらったりするらしいんですよ。なんだーだからそういうなんかもう女性にこういうことやったら気持ちいいよみたいな、うんうん、こうやってやったらいいらしいよみたいなのとかは今度やってみようみたいなことは言ってくるんだけど本番になってうん、なんかでも手がなんかレスリングで突き指してるからやっぱり俺やりたくないのかなんてなんてでも結構マジでこれガチで AV 男優ってそんな上手くないですよ。一人だけあるから AV 男優一人だけあるんですけどあのやっぱり手間のランキングみたいなのあってなんか言いますよね。アガワっていうやつはすごいよ。ここなんてもうでも結局どうしてうまくいかないかっていうとあれ前期その前がやっぱ問題じゃない、うんうん、痛いですよ。でやっぱり女の人が結構そういう気分になって、うん、結構盛り上がってきてからやらないと、うん、でそうすると膀胱のところが G スポットのあたりが膨らんでくるんですよ、うん、でそこをこういう風にすると、うん、気持ちいいそうそう当てるんですよ。私もなんでこれ詳しいかっていうと、うん、私なんかあの付き合う人大体変態なんで付き合ったりとかやる人が変態だから自分で塩吹けとか言われるから、うん、じゃあ意外と普通だよね、うん、ヘズマ君、うん、なんか普通っていうかもう停止感覚。ヘズマさん自体が多分学生の時そんな遊んでなかったんじゃないですか。女の子だから考え方は真面目だもん。え普通に歩いててチューしようとか言ってこないんですか。それはないけど。あそれはないんだ。手繋ごうとか。あでもなんかその最初の頃は手繋いだりとかはあったんですよ、うん、最近はでも難しいからみたいな。うんまあ、でも世間ではさ迷惑野郎みたいに言われてるじゃん。で結構それ落ち込んでる時とかある。それはもう割り切っちゃってるけど最近ちょっと悩みがあって、うん、彼泣いたりするんですよ夜。うん、なんか夜泣いたりする理由があって泣くの何かというと、うん、あ将来のことで泣くことがあって例えば家族のことなんか例えば子供を自分がその私たちの子供で生まれた時に自分の子供が自分の例えば迷惑系してた時のこととかやっぱり知っちゃうじゃないですかいつかその時どんなことを思うんだろうとかだからその前科があることを知る時にどう思うんだろうとかそういうのを考えるとでも私は思うんですけど、うん、やっぱり私がお付き合いした人とか、はい、今まで出会ってきた人ってやっぱり犯罪者の子供だったりとか、はい、結構多いんですよ。その平野さんのはなんかそのエンタメでやって犯罪になっちゃったっていう感じじゃないですか、はい、じゃない犯罪者の人たちは逆に子供にいや昔お父さんこういうのやっちゃって、はい、だからお前は絶対しちゃダメだよっていう人が多いから逆にそういう風になったらいいんじゃないですか、はい、お父さんはマジで失敗したからお前にはなってほしくないけんを伝えるんだよみたいな。だけど俺の経験上親がに前科があると警察官は絶対なれない。あそれはわかります。とか あと消防士も難しい。国家公務員が難しいってことでしょ。そうだから結構俺の友達も柔道で強くて推薦で警視庁だったけど弟が暴走族だったから弟でもダメだった。そうそう親族はいとこでもダメですもんね。そうでもそうな警察官ぐらいだから別に子供に犯罪あったよみたいなことを言う必要ないんじゃない。そしたら私なんかやばいじゃないですか。そんなのヌード写真出してるからそう
うちのお父さんめっちゃ、私はお父さんに自分が今までこう頑張って生きた証を残したいからヌードを残したいってもう言ってるんで、別に悪いことだと私は思ってないし、だからヘズマさんにはそんな心配しなくても大丈夫だよって、もっとどんどんやっていきます。だから本人が結構真面目だし、家族も大切にできると私は思うかな、うん、分かった。じゃあ僕から提案しよう。エズマリュウは子供が生まれたら開封系 YouTuber に変わろう。開封系ですか？あのカードとかおもちゃ、あ教育系のね、そうそうそう、いいと子供と一緒に遊ぶみたいな、うん、絶対いいと思う。いいかも。まあ、プライベートの取らしてるあなたしたらまあ、ヘズマさんのね、性事情も聞かせてもらったし、まあ、うちらのね、意外に、なんていうか、まあ、しーちゃんも私も肉食系っていうことで、いつもこうやって笑いながら、ジムでいつも喋ってるから、あまり会員さんがチラッて聞いてるんだな、じゃあ、今度はね、肉食系怪獣どもを、原宿に行って、キャピキャピのキラキラの店で、なんか撮ろうか。撮りましょう。ああ、いいっすね。ギャルしましょう。はい、あのうちらのこういう会話を聞きたい人はぜひ共同のこちらのジムに、はい、あ、ここですね。うちら来てください。いつもジム中に下ネタばっかり。共同のここ商店街なんだっけ？農大通り商店街の日高屋の近くです。にいつもいます。はい、います。いつも興味があったり。じゃあ尾形いつもすっぴんだから多分どれかわかんないかもしれないですけど、よかったらこちらに遊びに来てください。お願いします。あれ、サブスクですよ。月謝ですよ。はい。月謝で、1万1000円です。そう、安い。うん、で、なんか、こう、みんなでやるから、レクリエーションみたいな感じでやってます。はい。会員さんと。ただ、もう結構、もう、パンパンですか。まだ生徒さん入れます。まだ入れますね。尾形さんの年したのは、いつぐらい、何時ぐらいに行くの？朝ですね。朝10時ぐらいでしょ。10時半。10時半。うん。この前もそれ終わってランチ行きました。ヘズマも多分入ると。あ、ヘズマさんも入ったら。ヘズマ、ヘズマこそ痩せないといけないから。うんうん。だから夫婦でぜひ来たりとか。まあお子さんクラスもあるらしいんで。でも女性の会員さんもね。そうそう、女性の会員さんも多いし。なんでぜひ遊びに来てください。お願いします。あとディープのイケメン選手もいるから。あそこリキアにも、リキアもいるから。またねー。出まーす。